おはエビ。どうも、こうちゃんです。小さい水槽でビーを飼育してみたら、思ったよりうまくいったけん。今日はですね、レッドビーシュリンプの飼育について、自分なりの2020年の飼育方法を紹介したいと思います。どうした？どうした、ピーシャン。今ね、トカゲを預かってるんですけど、なんかトカゲがこっち来たいって言ってる。どうしたの、ピーシャン。抱っこしてほしいんか？おいでー。ガシャン。わしじゅかみ。ピーシャンです。今ね、トカゲを2週間預かってるんで、気になる人は動画をチェック。抱っこしてよっか、じゃあ。なんでこっち行きたいの？はい、じゃあトカゲをね、膝の上に乗せながらお話ししていこうと思います。結構ね、話が長くなると思うんで、動画を分けるかもしれないです。項目としては、ろ過の話、水槽立ち上げ、飼育水の作り方、 pH や温度の話、餌や水替え、掃除、日々のお世話、あと繁殖ですね。それについてお話ししていきたいなと思います。コメントとかでも、 B が欲しいになっちゃうとか、全然増えないとか、いろんなお悩みコメントいただくんですがね、正直ね、情報が少なすぎていいアドバイスができません。水替えしてるのに星になったんですけど、なんでですかねとかコメントいただいたりするんですけど、割とね、この子たち繊細でして、水槽の大きさはどのくらいなのか、立ち上げてどのくらいなのか、何匹レッドビーシュリンプを飼っているのか、ビーはちっちゃいのかアダルトなのか、餌の大きさはどれくらいなのか、どれくらいの頻度であげているのか、ろ過を何を使っているのか、水替えはどのくらいやっているのか、足し水はどのくらい時間をかけてやっているのか、カルキ抜きは何を使っているのか、低床は掃除しているのか、ガラス面は掃除しているのか、亜硝酸は出ているのか、 pH はいくつなのか、水草は生えているのか、水温はどのくらいなのかとか、もうそのぐらい、それ以上に詳細に書いてもらわないと、ちょっとアドバイスは難しいですね。私も最初は B の飼育にね、めちゃくちゃ悩まされまして、かなりね、ポツポツと星にもなりましたし、プラナリアも湧いたし、リセットもしたし、でも、このね、小さい水槽にしてみたら、なぜかうまくいったのでね、動画に残して皆さんの参考になればなと思い、作っております。ろ過の話からいきますか。我が家では B 水槽が3個あって、プラス1個公園水槽となっておりますが、全部底面フィルターにしておりますね。これは F キューブっていう底面フィルターを使っております。で、外掛けを使っていたんですけど、外掛けだと血エビが吸い込まれたりして吸湿が大変だし、めんどくさいんでやめました。同じ理由で吸い込まれる系のフィルターをやめました。で、底面フィルターにウールマットをかましてたんですけど、それもやめました。理由は、目詰まりした時に良くない菌が湧くのと、目詰まりした時に水流が止まりそうだからです。で、全体的にですね、全体的に、水流を流すのがおすすめです。ただ、小さい水槽だと、一本の底面フィルターでよくね、水槽内の水がね、よく混ざります。ただ、大きい水槽だと、この一本だけだと、うまく水が流れません。
なんで大きい水槽にするときは底面フィルターもこちらの煙突パイプの数が必要になってきますし、エアポンプのパワーも必要になるので小さい水槽のが安定したって感じになりますね多分で、スポンジフィルターは今年は使っていませんね。底面フィルターとスポンジにしたらもっと安定するのかなとは思うんですけど、このサイズの水槽なら別にスポンジフィルターはいらないかなって思いますね。底面1個で大丈夫だと思います。まあうちは大丈夫かな今のところ。まあ、もしくは次この水槽の大きさで立ち上げるときは底面フィルターの煙突2本にして検証してみるっていうのもいいかもしれないですね。じゃあ次は立ち上げ時の飼育水についてお話ししようと思います。水槽を立ち上げてすぐにね B を入れるのはね本当にねやめた方がいい、やめた方がいいよ。ちゃんと水質とかレッドビーシュリンプの観察ができるよって人向けですね。初日投入の方々は初心者ならなおさらやめた方がいいかなと私は経験上思います。なんですぐ入れるのをやめた方がいいのかなんですが、最初の水槽はもちろん水はきれいなんですけど、生き物がねうんちをしたりしたらまずアンモニアが水槽内に増えます。このアンモニアがですね B にとってとっても有害です。このアンモニアを分解してくれるのがバクテリアニトロソモナスかなです。分解されるとアショウ酸になりますけど、アショウ酸も B にはちょっと有害です。でさらにバクテリアニトロバクターが分解されると硝酸になります。硝酸になればほぼ無害になるので水替えをして硝酸を日々取り除くのが基本になります。なのでろ過サイクルができてない時に B を入れるのはねめちゃくちゃ危険です。結構難しくなってしまいます。自分でねやっぱ初日に B を入れるっていうのは自分で B の飼育の難易度を上げるようなもんですね。で立ち上げ時は水質に強いお魚パイロットフィッシュを入れてアンモニアを出してアショウ酸出して硝酸出してアショウ酸が出なくなった頃に B を入れるのが一番簡単で安全ですね。でも水質とか目に見えないじゃんって思う方いるかもしれませんが、なんとなくね目で見える部分はあります。それがそうこれ苔です。茶苔が生えてきたらバクテリアやアショウ酸が増えてきた証拠になります。でも一番はテトラとかで出てる水質測定キットを購入するのがおすすめです。